こんにちは。ユニットくくり勝ち出演人数も通常の3分の1ほどと、これまでとは形式が全然異なるがゆえに想像しにくかったユニットツアーの構成。昨日開催された山形公演で見えた傾向から、3月の岩手公演における藤原はじめ役鈴木みのりさんの動向を探っていきます。まずユニットごとに衣装があります。フェアリーテイルマイテイルで言うとこれ、アイソセレスは鈴木さんがコロナで出演できなくなってしまった昨年のライブのリベンジなので、気合は入れれば入れるほど良いです。ちなみにリベンジまでの間に小日向美穂役津田美奈美さんと鈴木さんが同じ青鬼プロダクション所属になったりもしました。出演予告されていないけどメンバーは揃っているユニット、フレンチキスの新曲サプライズ披露もありました。岩手出演ユニットとして記載はされていないけどメンバーが揃っているのはソラーナ、チーカと岡山親善大使の2つなので、この新曲枠で岡山親善大使もありえます。岩手公演の翌週から備前コラボも始まるしで重ねやすいタイミングではあるが、果たしてセトリは全15曲のアンコールなし、うち全員歌唱が2曲、ソロが7曲、出演予告されていたユニットが3曲、非ユニット曲が2曲、サプライズのユニット新曲が1曲という構成でした。山形の出演者は7人なので、全員がソロ曲を歌うということです。つまり荒金の器披露は確定と思っていいでしょう。山形メンバーでソロ1曲しか持っていないのは社長との日野さん。その2人は昼夜同じ曲を歌いました。いや冷静に考えて1日に荒金2回歌うとか許されます。人として。ちなみにその後、社長牧野さんの2人でゲイズ&ゲイズを歌っています。ただ岩手はソロ1曲勢が3人いるので、全く同じ構成にはならなそう。カムトーユーはユニットツアーのテーマ曲なので固定でしょう。その他の曲の枠がどうなるかは考えるだけ無駄な気がします。レッドソウルとゴシップガールは出演メンバーの所属ユニット曲という共通点があるものの、それにしたって開幕全員でレッドソウルなんて予想は逆立ちしたってできないので、ゲイズ&ゲイズに至っては全然関係ないところから来ているのでなおさら。一つネットを徘徊する中で多く見られたのが、さよなら&梅田はセトリに入るだろうという予想。出演者の森久保さんが歌唱メンバーかつ銀河鉄道の夜をテーマにした曲というのが根拠でした。作者である宮沢賢治の出身が岩手だからという話ですね。確かにありそう。ひとまず荒金ほぼ確なのが嬉しいですね。ゲーム内での荒金の器初披露の会場がホールっぽいところで、有観客初披露ではないものの原作再現的な文脈に乗れる会場だと思っています。東西クラシックホール岩手、文脈があれば鈴木さんの感情はマシマシになり、感情マシマシの鈴木さんのパフォーマンスは時空を超えるのでね。楽しみですね。